マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。太る一番の原因は食べ過ぎです。そんなこと分かってる。一番言われたくないと思ったあなた、大丈夫です。この動画をご覧いただくと確実に痩せる食習慣が分かります。具体的な方法をお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエット中絶対に身につけるべき食習慣5選お話します。話の流れはこちらです。1つ目、痩せる食習慣3つのポイント。2つ目、痩せたいなら身につけるべき食習慣5選お伝えします。では1つ目の項目です。痩せる食習慣3つのポイントということで、痩せるためのベースのポイント3つお伝えしますね。1つ目、あなたの腸内環境を整えること。2つ目、無添加のものを選んで食べること。3つ目、栄養バランスを考え食べること。この3つがもう大前提になります。この3つを無視していくら頑張ってダイエットしたとしても、待っているのは悲しいかな、リバウンドになってしまいますよ。ですからしっかりとこのそもそもの痩せる根本的な基本の3つを押さえていきましょうね。ではここから2つ目の項目です。痩せたいなら絶対に身につけておくべき食習慣5選ということで、1つずつお伝えしていきます。では1つ目はこちら、食べ過ぎないですね。でこれはね、具体的にどういうことかと言いますと、要は太る元、糖質や脂質を取りすぎないでくださいねということなので、完全にカットということではないんですね。プラス大事なのはですね、代謝を上げてくれるものをしっかりと食べないといけないわけです。それは何かというと、やっぱりタンパク質ですよね。そういったバランスがとっても大事になってきますから、ぜひまずは太るもと、お米とかパンとかそういった炭水化物プラス脂っこいものは抑えつつ、代謝を上げていくために必要なタンパク質ですねをしっかりとっていきましょうね。では2つ目はこちら、食べる順番を守りましょうになります。ついついいかがですか。例えばお米が大好き、炊きたてのあの香り、ってまず一口目パクってお米食べてる方 NG です。全吸収ですよ、糖質を。なのでどうせ召し上がるなら痩せることができるための順番を守りましょうっていうことですよね。ではどうしたら良いのか。まずはお野菜や汁物から召し上がっていただいて、そしてしっかりとタンパク質、主食になるものですよね。で最後の最後に主食、要は糖質ですよね、お米とか麺類、そういった形になります。ですからまさにですね、まずは糖質の塊から食べないっていうこと、それだけでも守っていただくだけでも脂肪の全吸収を防ぐことができますから、ぜひ食べる順番守っていきましょうね。では3つ目はこちら、痩せる食材を積極的に食べましょうになります。ポイントは腸を整える食材ということで、1つ目、発酵食品です。例えば味噌汁とか納豆、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルト、チーズなどですよね。そうした発酵しているものを召し上がっていただくだけで、痩せ菌と呼ばれる善玉菌をあなたの腸内で増やすことができますから、ぜひそういった発酵食品必ず毎食食べれてるかなってチェックしていただきたいんですね。プラスやっぱりこちらはですね、腸を整えるオリゴ糖を含んだもの、例えば簡単なものと蜂蜜を入れたドリンクを作ってみるとか、バナナとか玉ねぎとか、いろんなものにオリゴ糖入ってますけれども、そういったものをしっかりとっていく。そして3つ目は食物繊維をたっぷりとりましょうですね。例えば不溶性、水溶性と2種類食物繊維ありますけれども、不溶性のものばかり食べても便が詰まってしまって苦しいってなりますよ。なので大事なのはネバネバ食品、海藻とかですね、そういったものプラスモサモサした不溶性のさつまいもとかごぼうとか、バランスよく食物繊維を取ることも大事です。そしてダイエットの敵、油とかね、思ってる方も多いと思うんですが、いい油は逆に取らないといけません。オメガ3系ですよね。例えば素焼きのナッツでも取れますし、青魚ですね。あとは青魚が焼酎食べれない方は、アマニオイルとかエゴマオイルとか、そういった
加熱しなくていいような簡単にちょい足しできるようなオイルを入れることで痩せ体質へと生まれ変わることができます。4つ目はこちら、間食 NG なんですよね。もちろんね、私だっておやつ食べますよ、大好きです。ただ間食として食べないようにしてるんですね。なぜか、どうしても人って食べるたんびに大なり小なりデブホルモン、まあ、イコールねインスリンが出ますよね。そのインスリンを出す回数が多ければ多いほど、そのたんびにデブホルモンを出してるわけですから太ります。なので私はどうしてるかというと、食事のおかずのもう一部としておやつを食べちゃうっていうことをするんですよね。でどうしてもね、やっぱり途中でつまみたくなる時ってありますよね。わかります、そういう時私もありますよ。ではどんな間食をしてるかっていうと、例えば素焼きのナッツとかゆで卵とか、まあ、甘栗とかですね、あと無糖のヨーグルトとか、そういったそのままのもの、まあ、バナナとかもそうですよね、加工していないそのまんまのもので、どうしてもチョコレートっていう時は、ね、やっぱカカオが最低でも 70% 以上のものを取るようにしたりとかね、工夫しています。ですから完全にダメというわけではなくって、上手におやつ系も食べるタイミングとかその内容ですよねを工夫していくことで大丈夫、痩せ体質になることができますし、安心して美味しく食べることができるようにあなたもなります。では最後5つ目はこちらです。かさ増し食材を上手に摂りましょうということなんですね。もちろんダイエット中太るもと糖質の摂りすぎは、もうどんなに頑張ってもやっぱりそのあたり控えないといけないっていう時に、物足りないですっていう相談もよく受けます。でもそこでね、またお米なんかを食べちゃうと太りますよね。だったらどうすればよいか、かさ増し食材、要するにかさ増ししても太らないもので満たしてあげればいいわけですよね。例えば、まあ、代表的なのがそうですね、まあ、キノコ類ですとかお野菜とか、あとお豆腐などもいいですよね。そういったものでしっかりと満足感を得ることができれば、わざわざ太るものに手を出さなくても済みますから、そういった食習慣ですよねを身につけると、あなたは必ず変われますよ。さあ、いかがだったでしょうか。ダイエットといえば、あれもダメこれもダメと、こうダメな方に目が向くと辛いですよね。そうではなくって、実はダイエット中に食べていいものの方が数が多いですよ。ですから工夫しながら美味しく適量をよくよく噛んで召し上がっていただきますと、絶対に腸が整いますから、そこから根本的な痩せ体質をあなたも私と同じ手に入れていただきたいなと思います。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またご感想などコメントいただくともめちゃくちゃ嬉しいです。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。